忍びの道を貫くために。いってらっしゃい。あっ、いつ尋常に舞い散れ。皆さん、何ともありませんか。草ばっかり食べる生活にはいい加減うんざりだ。私は毎日肉を食べて温かいベッドで寝ていたい。ホムラさんの本音が。個性的な友達が増えたのも嬉しいけど、そこを体験してくれるにもなってほしいよ。こんなことが。